はようございます、おかげです。今日は月曜日なんだけど、ちょっと今週はねカキッと行きたいなと。ここはねほぼ毎日通っているところなんだけど、だいぶね葉っぱも赤くなって、結構落ち葉も目立つようになってきて、ちょっとね今週中にはね時間をとってちょっと近郊のね紅葉スポットをちょっと行ってきたいなと思います。はい、どうもこんにちは、むかげです。昨日ね日曜日一日中ねほとんど家から出なかったんですね。本当はね今話題のアニメ映画鬼滅の刃を見に行くつもりで、もうチケットもね予約はしていたんですけれども、その直前になってねちょっとのっぴきならない連絡があって、そのせいもあってねちょっと予定を大きく変更したんだけれども、今日はねちょっとそのことについてお話しようと思っていて、以前僕がこのチャンネルで公開した動画の、ある種のこうフォローアップにもなっていると思うんで、今日はねちょっとその話をしたいんだけれども、今なんだろう、日本のニュースではほとんどアメリカの大統領選挙のことで、トランプさんがどれだけダダをこねるのかみたいな話になってますけれども、以前ね僕が旧ソ連の、ナゴルノカラバフっていう場所で今紛争が起こっているという話 で僕はそこに2年前に、実際に行っていて、実際に今ドンパチをやっているところなんだけれども、その点に関してね昨日土曜日の夜なのかな、だからすごく大きな進展があったんですね。でそれでね日曜日に僕の方にも連絡が来て、写真とか動画っていうのをちょっと使わせてくれないかっていう依頼があったんですね。でちょっとその辺のお話をしたいんだけれども、日本時間で土曜日の夜ぐらいにアゼルバイジャンが、ナゴルノカラバフ第二の都市と言われる、シュシっていう町を、攻め落とした、実際占拠したというふうな宣言を急にしたんですね。直ちにアルメニア側はそれを否定したんだけれども、ただね、もし仮にこれが本当にアゼルバイジャンが言う通りにシュシっていう町がアゼルバイジャン側の手に落ちたとするんだったら、この、ナガルノカラバフ紛争っていうのは事実上ねほぼ終わったも同然なんですね。でこれはアゼルバイジャンが、領土を奪還したっていうことにほぼ間違いないんですね。で今日はねちょっとその話をしたいんだけれども、僕は2年前にもこのシュシっていう町に行っていて、ここはねナゴルノカラバフにおける戦略上最も重要な場所なんですね。前回ね今から約25年前から30年ぐらい前に起こったナゴルノカラバフ紛争でも、激戦地だったんですけれども、その激戦地になったっていうのは理由があって、ここはナゴルノカラバフのステパンナケルトっていう町があるんですね。ここがナゴルノカラバフの事実上の首都なんだけれども、ここからね直線距離ではね10キロも離れてないんですよ。直線距離でこの5、6キロの距離っていうのが、実際ねバスで通っていくと1時間弱3、40分ぐらいかかったんですね。僕は実際のそのステパンナケルトからこのシュシっていう町までバスで行ってるんだけれども、2年前にステパンナケルトからねくねくねした山道を登っていってこのシュシっていう町に出るんだけれども、ここはねその2つの意味でナゴルノカラバフにおける要所と言われるゆえんで、まず1つはね、さっきも言ったように首都を見下ろす高台に立っている町なんですね。なので事実上ねここをアゼルバイジャン側が占領したとなると、首都のステパンナケルトも時間の問題なんですね。もう一つは同時にこのシュシっていう町は、アルメニアからナゴルノカラバフに至る、補給路の一部でもあるんですね。っていうのもね、ナゴルノカラバフっていうのは事実上アゼルバイジャン領にある国で、アルメニアからはこの一本の細いねカチン回廊っていうのが通っていて、そこが唯一こうアルメニアとナゴルノカラバフをつないでいる陸路なんですね。でこれはナゴルノカラバフから見ると唯一外との世界に通じる道なんですね。っていうのは周りはもう全部アゼルバイジャン領なんで出れないんですね。でこの道がいわゆるそのナゴルノカラバフにとって生命線なんです。アルメニアの首都エレバンからこのナゴルノカラバフのステパンナケルトに行くのにはだいたいねミニバンみたいなので 7、8 時間かけて行くんだけれども、それっていうのはこのカチン回廊っていうのをずっと通っていくんですね。で僕も2年前そこを通って行ったわけなんだけれども、到着間近になると道がね二手に分かれるんですよ。一方の道っていうのは山道を登っていく道なんですね。もう一方の道っていうのは下っていく道なんです。つまり下に下っていったところにあるのがステパンナケルトで、上に登っていったところにあるのがシュシっていう町なんですね。でつまりこのシュシっていう町はこのステパンナケルトに至る補給路にも位置していて、それが土曜日の夜あたりにアゼルバイジャンの大統領がシュシを落としたと声明を出して、
もともとねこのナゴルノカラバフ紛争っていうのはもう始まった時から、まあ、ある程度結果っていうのは見えていて、純粋な意味での二国間の戦力でいうと、まあ、アゼルバイジャンが圧倒的に強いんですね。アゼルバイジャンっていうのは、まあ、カスピ海に面している国で、まあ、天然ガスや油田が取れるんですね。でそれをもとに、まあ、ものすごく経済成長していて、で同時にまあほぼほぼ独裁に近いような体制を敷いていることもあって、軍事力っていうのはずっと右肩上がりなんですね。その一方でアルメニアっていうのは、まあ、ロシアの後ろ盾がないと、まあ、かなり、地政学的にも厳しい、国で、近年ね特にそのアルメニアにとって面白くないのは、ロシア自分たちにとっての後ろ盾であるロシアっていうのが、まあ、自分たちにとっての最大の敵国であるトルコと、まあ、非常に仲が良くなっているっていう、その点がねアルメニア人にとってとてもまあ厳しい状況だったっていうこともあって、今回のこのナゴルノカラバフ紛争っていうのはもう二国間での解決っていうことになると、もうアゼルバイジャンが軍事力で押し切ることになるっていうのはもう目に見えていたんですね。まあ、なのでアルメニア側からするとロシアやちょっとアメリカとかの介入っていうのをまあ、ずっと国際的にも求めてきていたんだけれども、なんだけれどもロシアが何度も間に立っても数時間後に現地ではその和平協定っていうのが破られて、まあ、紛争が続くっていう状況で、まあ、事実上まあ面目潰されている感じなんですね。っていうことで、まあ、どん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 とロシアっていうのはこの問題からまあフェードアウトしているような形になっていて、そういう中でアゼルバイジャンっていうのがもう一気に攻勢をかけて、まあ、今に至るっていう感じなんだけれども、この戦争いわゆるまあドローン戦争の幕開けとも言われるようなものになっていて、こう新型兵器の見本市みたいな、そういった様相も呈しているんだけれども、これ実際はねそういった最新型の兵器を使っているのはアゼルバイジャンなんですよ。そもそもこのナゴルノカラバフ紛争っていうのは、まあ、ソ連の崩壊っていうものの前後して起こるんだけれども、この時っていうのは実はその軍事バランス、このアゼルバイジャンとアルメニアの軍事バランスっていうのは逆転していたんですね。当時からねアルメニアっていうのは貧しくて、アゼルバイジャンっていうのはもうすでにその石油なんかがあったんだけれども、ただ実際のその軍事力っていうレベルではアルメニアの方が強かったって言われてたんです当時は。っていうのもソ連時代からアゼルバイジャンっていうのは、まあ、クレムリンからはちょっと煙たがられている存在だったんですね。っていうのもアゼルバイジャンっていうのは、まあ、ソ連連邦に属していながらもトゥルク系民族、トルコと非常に近しい関係にあって、で同時にまあその天然ガスなんかも出るっていうことでクレムリンはものすごくこう警戒していたんですね。でその防波堤みたいな形でソ連っていうのはアルメニアっていうのを重宝していたんだけれども、で特にその軍事力での一番の違いっていうのはアルメニア軍っていうのはとにかく実戦に強かったって言われてたんですね。っていうのもソ連の、アフガニスタン侵攻において、アルメニア軍っていうのは、非常に重要な働きを任されたと言われているんですね。でその一方でアゼルバイジャン軍っていうのはほとんど重要なミッションにはつかせてもらえなかったって言われてるんですね。でそういうこともあってナゴルノカラバ紛争の時っていうのはお金は持っているアゼルバイジャンだったんだけれども実戦経験がなくて、その一方でアルメニアはお金がなくても実戦経験が豊富だったんですね。でこの差が30年前のナゴルノカラバ紛争では、まあ、如実に現れて、国力に反比例するような形でアルメニア側がこのナゴルノカラバフっていう領土をアゼルバイジャンから奪還することに成功したんですね。今起こっているのはそれと全く逆の状況になっていて、まあもはやそのドローン戦争になってくると実戦経験の有無っていうのはもう関係ないんですね。今回もアゼルバイジャンはまあ趣旨をまあ奪還したと発表して、実は即座にアルメニアはこれを否定してるんですね。いや趣旨はまだ奪われていないと。っていうのも、もうさっきも言ったんですけれども、ここがもし仮に本当にアゼルバイジャンが抑えたとするんだったら、もうナゴルノカラバフの今回の紛争っていうのは終わりです。ナゴルノカラバフっていう未承認国家っていうのは、まあ消滅して、まあ、アゼルバイジャン領にまあ戻るという形になることがもうもはや明白なんですね。これまあ事実上今回のナゴルノカラバフ紛争っていうのは、まあ、アゼルバイジャン側が本当にタイミングを見計らって起こしたっていう形の、まあ紛争なんだけれども、ね、タイミングが本当にベストなんですよ。アゼルバイジャン側からするともう本当にタイミングを見計らった上での紛争開始っていう感じで、っていうのも今アメリカはもうここのところずっとまあ大統領選挙で一色なわけですよ。アルメニアにとって、特にそのアルメニアにとって重要な後ろ盾っていうのは、まあ、事実上一番の後ろ盾はロシアなんだけれども、さっきも言ったように、まあ、何度も何度も和平っていうのが和平案っていうのが破棄されるような状況で、
まあ、ロシア側はどん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 とこう離れていく中で、アルメニア側からするとフランスとアメリカっていうのが一番重要な後ろ盾になる国なんですね。はい、っていうのもアルメニア系移民っていうのがこのフランスとアメリカでは大変多くて、影響力っていうのを国内で持ってるんですね。なので彼らが中心となって、まあ、ロビー活動なんかをして今回の紛争の仲裁役を担ってもらうっていうのがアルメニア側が願っていることなんだけれども、今フランスはもうコロナがもう大変なことになっているし、でアメリカでも大統領選挙でもうナゴルノカラバフ紛争なんてもうほとんど興味を示されてないんですけれども、そんな中ね、ただ声を上げている人たちもいて、まあ例えばシステムオーバーダウンっていうね、彼らはアルメニア系移民なんですね。早速ねニューアルバムを出して、その中でそのナゴルノカラバフについて歌ってたりしてるそうなんですけれども、アゼルバイジャン側からすると、まあ、長年の悲願だったナゴルノカラバフ奪還っていうのをね、まあ、成功させようとしています。ということでね、まあ、今大統領選挙一色ですけれども、このナゴルノカラバフ紛争っていうのもまあ、そろそろね決着っていうのがまあつきそうなので、まあ、ちょっと注目していきたいなと思います。というわけで、今日はこんな感じでちょっと固めの感じでやってみました。ここのところなかなかこういうもう雑談系の動画しか作れないような状況なんですけれども、まあ、近いうちにね紅葉なんかもちょっと GoPro なんかを持って撮りに行きたいなと思いますので、もし気に入っていただきましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではおもかげでした。